自律神経専門家シカ子の部屋へようこそ。今日は呼吸のお話です。で、呼吸ね、こうリラックスするのに深呼吸をしましょうということで、最近呼吸がね浅い方も多いので深呼吸するの結構おすすめしてるんですけども、その時の呼吸の基礎知識ということで、頭にこういう基礎知識が入っていると、ただただ何も考えず漠然と吸って入っててするよりも、知識を知っていた方が効果が高まりますので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、でまず基礎知識としては、はい、息を吐くで息を吸うっていう、まあ行為ですね。これまあ呼吸をすると必ず吸って吐いて吸って吐いてっていう風になるんですけど、息を吐くと、まあ、ちょっと自律神経の話になりますけど、副交感神経を刺激しますと言われています。で、息をで吸うと、どっちかというと交感神経を刺激しますよっていう風に言われています。で、副交感神経はリラックスの方の神経で、交感神経は緊張する方の神経になっているので、もう息を吸って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 ってやっていると、この緊張の方に行ってしまうということです。で、あと呼吸の種類として大きく分けると、胸式呼吸、胸の呼吸と腹式呼吸、お腹の呼吸があるんですけども、まあ、腹式呼吸、まあ、呼吸のね、こう一番メインの筋肉ってここにあるこう肋骨とこのお腹のこの境目に横隔膜っていうところがあるんですけども、この横隔膜がこう動くことによって呼吸をするっていう、横隔膜が呼吸のまあメインの筋肉なんだけれども、それを動かすのが腹式呼吸。お腹の呼吸で横隔膜を下に引っ張って、で吐くときは上に戻るっていうのを繰り返します。で、腹式呼吸をで息を吐くと副交感神経が、まあ、一番刺激されますよっていうことになり、まあ、胸式呼吸で息を吸うと交感神経が一番刺激されますよっていうことにはなるんですけども、まあ、一応これは知識として置いといて、だから一番ね、こう、息をちゃんと、息が浅いから、呼吸が浅いからちゃんと呼吸しましょうっていう時に、もう頑張って吸って頑張って吸ってってやるのは、こうリラックスのために呼吸をしようっていう目的でしてるのであれば、ちょっと息を頑張って吸うっていうのはちょっと違うんだよと。だからまず息を吐いてくださいっていう、もう胸式呼吸、腹式呼吸、もうどっちもね大事な呼吸なので、じゃあリラックスするためには腹式呼吸だけしてればいいのかって言ったら、そうでもなくて、最近ですね、腹式呼吸はできるんだけど、この胸式呼吸はできない、やろうと思ってもできないっていう方が意外といらっしゃるので、もう腹式呼吸も胸式呼吸も大事です。で、どっちの呼吸がいいんだ、どっちの呼吸がダメなんだってことはないので、両方ともできるようにしておくっていうのは大事です。はい、呼吸をね、深呼吸をリラックスのために取り入れようってした時に、頑張って吸って頑張って吸って頑張って吸ってっていうのは逆効果なんですよっていう、リラックスの方と逆の方に行ってしまうんですよっていうのは、これは覚えておいていただきたいです。はい、いつも言うんですけども、吐くことだけ、息をはーって、はーでもふーでも火でもほうでも何でもいいんですけど、息を吐くっていうことを意識していただきたい。本当にね、もう現代人、本当緊張してない方っていないと思うので、リラックスのためには息を吐くっていうことを意識してほしいっていうお話をまずはさせていただきました。で、呼吸の、まあ、胸式呼吸と腹式呼吸の話になるんですけど、両方いっぺんに、吸って吐いてできれば一番いいんですけど、意識したら腹式呼吸も胸式呼吸も両方ともいっぺんにやるっていうのはちょっと最初からは難しいので、胸の呼吸は胸の呼吸、お腹の呼吸はお腹の呼吸で意識して最初は練習していきましょうっていうことに
なります。で、皆さん大体腹式呼吸はできる方多いので、ちょっと頭が半分切れちゃうけど、腹式呼吸練習、どっちにしても練習するときは、腹式呼吸の練習のときにはお腹に手を当てる、まあ、お腹が動くのでね、息を呼吸をするたびに自分の体が動いているっていうのを実感していただくために体に手を当てるんですけど、腹式呼吸の場合はお腹、本当、あ、体のね、ここ肋骨のところは骨があって硬いんですよ。硬いで柔らかいってなっていて、ここが三角形になってる、この三角形のところが溝落ちっていうところなんですけど、お腹に手を当てるときはこの溝落ちか溝落ちのちょっと下ぐらい、この辺に手を当てて、で腹式呼吸で息をするとはーって吐いたらお腹が引っ込む、で吸ったらお腹が膨らむっていう風になるので、この動きを感じながら呼吸をするっていうことです。で、胸式呼吸の場合は、胸式呼吸はこの胸郭ってこう肋骨で覆われています。肋骨でもう、まあ、骨でね、こうカゴのように囲まれています。で、その、うん、上の方も動くんですけど、上の方も動くけれども、下のところが一番広がって縮んでっていうのを感じやすいので、このさっきのこの骨がないっていうこの三角形のところの横ぐらい、ここの骨が一番胸式呼吸で動くところなので、胸式呼吸の練習するときはここに手を当てて、で吐いたらここがすぼまる、で吸ったらここが膨らむっていうのを意識して呼吸をしていきましょう。はい、どちらでもいいんですけども、あの練習のときは、今私はこう座っている、これちょっとね、施術ベッドの上に座ってるんですけど、座ってる状態ではなく寝てる状態が分かりやすいですし、一番寝てるこの背骨がね、重力に対してこう頑張ってない状態の方がリラックスしやすいので、寝てる状態、仰向けで寝てる状態が一番練習しやすいはずですで、寝たら苦しいっていう人は座ってやっていただいても大丈夫なんですけど、なので寝て、お布団に入って寝るときと、あと朝起きてまだお布団に入っているときに呼吸の練習を朝晩10呼吸ずつぐらいしていただくのが、まずは最初としてはいいのではと。で、10呼吸が苦しい方は5回でも、まあ、3回でも5回でもいいので、自分ができる回数、苦しいってなったらもう呼吸はね、すぐやめていただいていいので、無理はしなくていいですから、目安は夜寝るときお布団に入って10呼吸で、朝起きてまだお布団の中に入ってるときに10呼吸っていうのが目安です。目安でこう、まあ、やるときは、胸の呼吸だったらここに手を当てる、で、お腹の呼吸だったらここに手を当てる。ちょっと3回ずつやってみますか。腹式呼吸が上に書いてあるので、腹式呼吸からちょっとやってみますね。お腹のところ、溝落ちか、溝落ちのちょっと下あたりに手を当てます。で、まずはリラックスするので、脱力をする。して、吐きます。はで、吸います。あ、で、一個言い忘れてたので、吸って吐いててするんですけど、吸うときは鼻から吸ってください。でも鼻がね、もう今ちょっとね、花粉症の季節でもあるので、鼻がもう詰まってて無理ですっていう方は口でもいいです。口から吸うっていうのはなるべくしていただかない方がいいので、吸うときは鼻から。で、吐くのは鼻からでも口からでもご自分のやりやすい方でいいです。吐くのはどっちでもいいんですけど、吸うのは鼻から吸っていただきたいですね。はい。じゃあちょっと最初から腹式呼吸から練習します。腹式呼吸はお腹に手を当てて、まず脱力をして、吐きます。はぁ、吐き切ります。で、吸います。で、吸ったらお腹が膨らみます。で、吐きます。はぁ、これね、もう最初は自分のペースでいいです。で、一定のリズムでって慣れてきたらね、できるようになると思うんです。最初は、ちょっと短めの時間で、長い時間吐いて、
吸ってってするとちょっと苦しくなる可能性があるので、最初は自分のリズムでいいので、まあ、腹式呼吸だったらまず吐いたらお腹引っ込みます。で吸います。吸ったらお腹が膨らみます。で吐きます。吐いたらお腹が引っ込みます。吸ったらお腹が膨らみます。っていうのをこう手でね、自分の手で感じながら、うん、呼吸をします。でちょっと心がけてほしいのは、あの吸うのは頑張らなくていいって言ったので、吐くっていうのを意識してほしいです。吐くで吸うのはもうマックスまでじゃなくてちょっと吸えば大丈夫なので、マックスまで吸って苦しいっていく手前までで大丈夫です。そのマックス吸ってマックス吐いてってなってくると、ちょっとね、こう例えばお布団に入ってね、これから眠りに入ろうっていう時にマックス吸ってマックス吐いてってなってくると、だんだん体が起きる方に行っちゃうんですよ。私は筋トレ呼吸と呼んでいるんですけど、リラックスの呼吸っていうよりも運動とかトレーニングとかの方に傾いていくので、マックス吸ってマックス吐いてマックス吸ってマックス吐いてってなると体起きてきちゃうから、ちょっとです、ちょっと、もうちょっと頑張ったらもっとあのいけるけど、まあ、食べ物と一緒ですね、腹八分目みたいな感じで、呼吸もちょっと、まあ、深呼吸なのでね、ちょっと意識して深めにしますから、もう気持ち、まあ、8割ぐらい、はあ、でも吐くのはね、吐き切った方がいいですね。頑張って、はあ、吐くのは吐き切って、で吸うのは8割ぐらいでいいです。8割で、はあ、吐いてっていう、吐くのを特に意識して、こっちですね、息を吐く、副交感神経リラックスっていう方向になるように意識してなさってみてください。はい、ちょっと喋りながら3回って言いますよ。なんかいろんなこと喋りながらやりましたけど、今度胸式呼吸、胸の呼吸ですね。胸の呼吸はこの肋骨の下のところ、骨ない、ここ溝落ちの両側に手を当てて、であとは同じです。手を当てる場所が違うだけで同じで、でまず脱力してリラックスして吐きます。で吐いたらここ縮むんですけど、縮みますかここ動かないっていう方が時々いらっしゃるんですけど、ここ、全然動かないっていう方はちょっとずつ動くように、ふーって吐いて、ここが動くっていうのをちょっと手でね、ちょっと押してサポートしてあげながら練習してほしいですね。はい、ちょっと3回いきますよ。脱力して吐きます。吸います。今3回しましたかね。はい、胸の呼吸はこれで今ちょっと3回しました。はい、でどっちもまずは得意だなっていう方をちょっと長めに、こう今スーハーぐらいで呼吸をしたんですけど、ちょっと長めに吸って吐いて、吸って吐いてぐらい、ちょっと長めにねできるようになっていれば、もうそれはもう深呼吸 OK っていうことなので、そこぐらいまでできるようになったら、ちょっと次の動画では一緒に深呼吸してみましょうということで、8秒で吐いて、吐く時間長くした方がいいので、8秒で吐く、4秒で吸うっていうリズムで、ちょっと動画、別の動画になるんですけども、それで私と一緒に深呼吸の練習してみましょうっていう、まあ練習というか、もうここまでできて深呼吸できるよっていう状態になってから、それはその動画を見ていただきたいんですけど、その動画の前段階の動画ですね。まずはちょっと吐くのを意識して、で、まあ3回でも5回でもいいんですけど、10回でもいいんですけど、ちょっと夜寝るときと朝起きたとき、お布団の中で、
腹式呼吸と胸式呼吸どっちもできるかなということで自分でちょっとチェックしてみていただけるとありがたいです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。はい、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。